ジョン・ニコルソン・アイアランドは、イギリスの作曲家。スコットランド系。チェシャー州マンチェスター市、オルトリガム近郊のバウデンに生まれる。父のアレグサンダー・アイアランドはジャーナリストであり、新聞社も経営していた。父はジョンが生まれた時点で70歳だった。ジョンは5人兄弟の末っ子だった。母・アニーは、夫よりも30歳若く。 夫アレグザンダーにとっては一人目の妻と種別して、以来の二度目の結婚だった。母アニーはジョンが14歳の時、王立音楽大学に入学した直後の1893年10月に亡くなり、父アレグザンダーも翌年、ジョンが15歳の時に亡くなった。ジョン・アイアランドは子供の頃の悲しい思い出にとらわれて、自分に厳しく内政的であったと言われる。 1893年に入学した王立音楽大学においては、ピアノ演奏をフレデリック・クリフに、オルガン演奏をウォルター・パラットに指示した。また、1897年からチャールズ・ビリアーズ・スタンフォードの下で作曲法を学んだ。1896年には、ロンドンにある生産民一体協会の副オルガニストに任命される。また、 1904年から1926年までの間、チェルシーのセールカ教会の聖オルガニストと教会の学長を務めた。その後は、自らも母校の教団に立ち、ジョン・モーランやベンジャミン・ブリテンを指導した。チェルシーのセールク教会の学長兼オルガニストにも就任している。しばしばチャネル諸島を訪れ、その景観に霊感を受けた。だが、 第二次世界大戦中は、ナチスドイツ軍による侵攻の直前に島から逃げ出している。1953年に、公務から退き、サセックスで寄席を送った。アイアランドは、スタンフォードから、ドイツ音楽の古典、とりわけ、ベートーベンやブラームスの作品について、訓導を受けたが、青年時代に、ドビュッシーやラベルの作風のほか ストラビンスキーやバルトークの初期作品からさえ影響を受けた。これらの影響を通じて独自のイギリス印象主義音楽を繰り広げたため、その頃イギリスで優勢を誇った民謡に依拠する様式よりもフランス印象主義音楽やロシア象徴主義音楽に近似した繊細、勝者な作風を示している。他の印象主義の作曲家のようにアイアランドも自由な形式による 性格的商品を好み、唯一のピアノ競争曲を除けば、公共曲やオペラのような対策は手がけなかった。いくつかの室内楽曲や、かなりの数のピアノ曲がある。とりわけヘピアノ曲、聖なる少年は、様々な編曲版を通じて、最も有名なアイアランド作品となっている。A.E. ハウスマンや、トマス・ハーディ、クリスティーナ・ロセティ、ジョン・メス・フィールド、ルーパート、 ブルックスの詩に作曲された歌曲は、イギリス歌曲への価値ある貢献となっている。勢力協会の任務のために、聖歌やキャロルなど合唱用の宗教曲も手掛けた。中でも、戦没者追悼式典で歌われる、アンセム、大いなる愛が名高い。ダウンランド組曲などの遺作は、門人ジェフリー・ブッシュにより保筆、編曲を通じて親しまれるようになった。ありがとうございます。